どうも、皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、シルクさんの、岩瀬健吾さんが作った作詞作曲、塊コンクリートっていう曲で、無限大っていうアルバムに入ってます。最後に、最後っていうか、多分ね、ジェームズとやるのが、多分最後だと思うんですよ、そう。もしかしたら、また会えるかもしれないんですけど、まあこれが、この家でやるのが多分最後かなと。そういうことですね。ジェームズでやるのが最後っていうことで、ジュークさんの曲を全部やろうとか、ジュークさんの曲を全部やろうとか、思ってました。はい。